どうもこんにちは、アイヤキッチゲスト。さあ今日はですね、まあオールインワンパッケージ買ったばっかの人がね多いと思うので、こんなねイベントやりますよ、こんなお得なイベントやりますよ、金の匂いがするぜというねイベント間もなくやるので、ゲーム外でねちょっとやるのでねご紹介していきたいと思います。はい、こちらドドン、のぞみの釣り堀&どこでも畑冬の味覚祭2024セット、あ、セットってどこにも書いてあるの、キャンペーンですね。はい、ということで超お出かけ便利ツールの、イベントやります。2月11日からですね、3つのキャンペーンをやるんですが、これがまたねなかなか美味しいねイベントなんですよ。こちらドン、はい、どこでも畑冬の大収穫祭。まあ、何があるかというと、収穫量がね、2倍になります。さあ、これしっかりやってね、しっかりやって金作にもなるんでね、皆さんやってくださいと言いたいところなんだけどね、これをすることによってね、とあるものがね、安くなるんですよね。はい。まあ、びっくりトマトね。まあ、料理職人様はね、まあ、うかうかだと思うんですけどね。まあ、僕らね、畑を育てる側としてはね、ちょっとね、まあ、かなりね、悲しい値段になってしまうと思います。とはいえ、デルメゼ竜王とかが来てたからね、トマト高くなってた。だけども、最近なんか4000ゴールドかな?4200ゴールド。まあ、そこそこだけど、このイベントをすることによって、トマトが、まあ、安くなるんだよね。まあ、なぜトマトかというと、こちら、ドン。はい、ありがとうキャンペーン、その前にやるんだよね。2月7日から。そして、ちょうど、これ11日から始まるよね。これが7日から始まるから、7、8、9。9日目に、超トマトの種がもらえるんだよね。ありがとうキャンペーンでもらえるのね。まあ、おそらくですが、超トマトの種をこの日にこぞって皆さんね、植えると思うんですよ。まあ、びっくりトマトの値段がびっくりするほどね、まあ下がるんでね。まあ、ある程度トマトの値段が安くなるから、少しね、時間を置いた方がいいかもしれない。まあ、いつまでってバージョン7ぐらいかな。バージョン7ぐらいまでちょっと置いた方がいいかもしれない。まあ、ウェルカムキャンペーンをやったらまたさらにね、ちょっと伸びてしまう可能性があるけど、まあどうなんでしょうかね。まあすぐ現金が欲しいよっていう方は、まあ売ってもいいと思うんですけどね。キャンペーン中に収穫した作物が対象、2月11日に実がなるように合わせて、種を植えてください。そうすることによって2回分取れます。まあギリ別に12日でもいいのかな。ビックリトマトの種が4日で、超トマトの種、ありがとうキャンペーンでもらえるのが、確か、それが3日間だったような気がしました。他にも色の種かな。まあ、そういったものが5日間ぐらいだよね。そうだよね、5日間。まあ、そして、ちょっとね、これね、結構しね、間違える方多いんですけど、ここ注意点ね。はい、今ね、超お出かけ便利ツールの畑のお世話なんですが、まあ、こっからやるんですけども、これ、自分の畑と、このどこでも畑、2種類あるんですけど、今回このどこでも畑大収穫祭は、このどこでも畑の方に植えないと意味がないのでね、気をつけてくださいね。僕ね、これ前々回かな、間違えて自分の畑で植えて、なんか増えないなと思ったら、こっちじゃなかったっていうね、オチがあったので、ちょっと皆さん気をつけてくださいね。このどこでも畑の方に植えないと効果がないので気をつけてください。どうなんでしょうね、染色花でもいいし、まあ、びっくりトマトでもいいと思うんだけどね。はい、続いて、のぞみの釣り堀、旬の期間限定釣り場イベント開催ということで、これ何かというと、まあ、フィッシングコンテストっていうイベントやってたんですよ、今までね。で、フィッシングコンテストって、旬の魚っていう特別な魚が釣れてたんですよね。で、そのイベントを超えることによって、もう二度と釣れなかったんですよ。まあ、ラインナップはこんな感じね。はい、ドン。結構あるでしょ?旬のマグロ、カジキ、スイカ、イカ。まあ、それが今回のこの釣り限定イベントしか釣れないので、まあ、しっかりやっておいてください。まあ、これをすることによって、まあ、戦歴でね、埋まるんですよ。こちらね、旬のマグロから。僕まだ釣ってないんであれなんですけど、まあ、戦歴に乗るっていうことはですよ。こちらの褒美の種類にも入るので、まあ、種類をね、稼ぎたいよっていう方は、ぜひともね、釣ってください。まあ、戦歴に乗るっていうのが一番でかいのかな。これを逃すことによって、まあ、次のこのイベントやるまで、釣れないのでね。
そしてちょっとね、質問があったんですけど、この魚って釣り堀入れれるのっていう、ちょっとね、質問があったんですよ。この釣り堀にね、入れることができるのかって質問あったんですけど、確かね、できないんすよね、魚を入れる。やっぱりそうだよね、ほら、黒くなってるよね。うん。これを入れることができないので、だからサブもね、釣らしてあげたいよって思ってる方は、しっかりね、この超お出かけ便利ツールからね、釣るようにね、してください。最後にね、釣り具が、無料で貸し出しますよって言った無料キャンペーンもあるので、まあ、このね、旬の期間限定釣り場イベントに合わせてね、お使いください。まあ、釣り直しの報酬のね、報酬イベント、かさ増ししたい方だとか、まあ、戦力にね、しっかり乗せたいよっていう方はね、このキャンペーン見逃さずにね、はい、やってみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。